今日はもう本当悪魔的な、そうですね、そういうフリートークで始まってほしいんですけど、なんかこう、はい、俺最近こんな悪魔的なことやったぜ、的なね。やっぱ言えないですけど、言っちゃっていいですか？言っていいよ、今日はね。今日いいっすか？うん。許されますか？悪魔だけどね。あ、そうですよね、悪魔ですから、ね。悪魔の日だからね。うん、僕三色ボールペンとかよく使うんですけど、はいはいはい。青。チェックするときね。そうです、そうです。台本で皆さんよくペン使うじゃないですか。はいはいはい、うん。ときに、僕青ばっかり使うんですよ。青ばっかり使うんですよ。アホやから？え？アホやから？アホやから青とかじゃない。アしか合ってないし、初めて聞いたつながりですよね。アホから青っていうのは。ね。本当に。で、なんで？で、いや、好きな、見やすいんですよ。みんなそれぞれあると思う。小野坂さん何ですか？何色使ってます？黒。見にくく。見にくくねえよ。見にくくないですか？なんで？線とか引いたり、ルビって、いわゆる振り仮名振ったりとか。振り仮名振るときはもう絶対黒でないと。なんでですか？いや、青のが分かりやすいですよ。青やから？来た。来たよ。いや、続いてね、青ばっかり振っちゃうんですよ、ペンの、はいはいはい、中の芯が、うんうん。なので、うん、同じようなペン使ってる人がいるじゃないですか。は、う、い、ん。芯だけ。芯だけ。青使わない人多いんですよ。嘘。はい。芯だけちょっとこっそり見流せる人。だから、小野さんも三色ペンは気をつけた方がいいです。お前、マジでやってんの？そんなこと。たまにです。たまにです。だって、使う人にちゃんと言った方がいいじゃないですか、うんうん、インクさんも。はいはいはい。だからその人は、青がすごい減ってる人に、僕の青は渡さないですよ。うん、ああ、なるほど。青あんま使ってない。この人、黒と赤しか使わないんだ。使ってねえなって なるじゃないですか。だから僕、青と緑ばっかりですもん。減るの。そうなんだ。緑も使うんだ。緑も使うの。4色ペンの時は。へぇー。3色の時は青を使うんで、まあそれはこう。赤使わないの？赤はもうね、全然、黒と赤が今。だって、君さ、何すか何すか何すか音響監督から直しすげえされるじゃん。なねえ、言い方あるでしょもうちょいあるじゃないですか、言い方ってものが。されますよ、されます、それ。自分のね、台本でね、前読みしてるときはね、こう、ルビとか振るよ。はいはい、あ、そうですね。家でね、練習するときあります。それで、マイク立ち位置が、もしかして、こう、変わんなきゃいけないから、チェンジだから、こう2番に立ってるから3番みたいなことやるじゃん。はいはい、チェックです、ね。これはね、緑とか青とか、黒とかで大丈夫だと思うけど、一回やってから、ありがとうございました、つって。今、ダメ出しますつって。じゃあ、ヘボカワさんさ、ここんとこなんだけど、まあ、1から言うけどさ、これ、1のここんとこね。ここんとこ、ちょっと、滑ってるからさ。ここなんだけど、漢字読み間違えてるから、ちょっと、ここなんだけどね。よく聞いてますね、その僕のダメ出しを。それあるじゃないですか。その時って、ほら、ルビ振ってるのが、青とか、緑とかだったとしたらね。そしたら、混じっちゃうじゃん、また緑とか青で書くと。混じっちゃいますよ。そうそう。あ、自分でやったチェックと、ダメ出し言われたチェックは、混ざっちゃうってことですよね。うん、同じ色になっちゃうってことですよね。うん、ないです。ないです。ないです。いいもん、それ。いいもん、それ。え？え？よ、いいっす。え？前々から不思議だったんだけど、もしかしてダメ出し聞いてないの？いやいや、聞いてますよ。すっごい聞いてる。ダメ出しされた後も、はい、同じ間違いするときあるじゃん。同じ間違いするときあるじゃん。まあ、たまに。ねえ。はい、ダメ出し聞いてないのもしかして。いや、聞いてないっていうよりも、うん、同じこと2回やっちゃっただけで、悪魔がいる俺の前に、今、悪魔が、悪魔いるよ、今。悪魔いる。ごめんなさい。ちゃんとこれからもやりますんで。許してください。お願いしますね。はい。頑張ります。もういい年なんだから、はい、可愛いボケねでは通じないんだよ。わかりました。了解。はい、わかりました。マスター。すいません。お願いします。すいませんでした。悪魔や、この人、本物の悪魔。はい、そろそろ始めましょう。聞いてますよ。アザゼル、わはい。聞いてますよ。アザゼルさん返事しちゃった。はい。